じゃあ変わった時にね、崩れないように踏んで着地した時に崩れないようにね。はい、4回だけ同じ音を聞いて目線も一緒にいいよ、目線も一緒に。なんで顔の方に投げていくんですか。ラストは背中合わせになって肩を下にキャッチしてあげて、でスロー下のを上げる、上に少し上に放るって、相方はこれを股関節を通してキャッチしてあげる。サンキュー、キャッチしてあげる。サンキュー、キャッチ。もうスピードはゆっくりな、その分。入ってる感じ。腕の反動でしっかり上に上がる。さっきの明治に投げる感覚じゃないけども、しっかりとそれを下がりながら行こう。下がりながら、今度は着地の時に膝をこう曲げすぎない。今グーッと曲げたけど、それを少し浅く浅く、お尻とハムを使える形で着地。浅く、カメラがあるからってさ、あかんくん、そうやって。クリア。